最高幹部のラッキールチアーの幹部のビトジェノベーゼ、幹部のビトジェノベーゼコーサノストラ、またはコーザノストラとは秘密結社的犯罪集団である。イタリア語で我らのものを意味し、一般的にはマフィアとして知られるが、正確にはマフィアとコーサノストラは区別される。マフィアという呼称は時期は不明であるが18世紀末から19世紀初頭に、 イタリアのシチリア島で発生し、19世紀末から始まったアメリカへの移民と共に、イタリア国外へと進出し世界的な組織と成長していった。一方、コーザノストラは、第二次世界大戦中にアメリカが強制送還したラッキー・ル・チアーノに対して付けられた組織を言う。また、シチリア語では、コーザノストラと発音するが、北部のイタリア語では、コーザノストラとも発音する。 日本では後者のカタカナ表記が一般的である。ボスを頂点とするピラミッド型の構造を持ち、忠誠心と暴力による恐怖支配によって組織を維持した。秘密結社でもあり、組織について沈黙を守るよう定める地の掟によって、その実態が表面化することは少なかった。麻薬、売春などの犯罪は元より公共工事への介入など、 その活動は多岐にわたる。イタリアとアメリカのマフィアには根を同一にするものとして交流があると言われるが、世代の交代や時間の経過とともに、その関係は薄くなっていると推測されている。なお、コルシカ島の犯罪組織、ユニオンコルスは、フランス圏という地政学上の観点からも、伝統的にミ流と呼ばれる、フランスの闇社会の勢力に含まれる。 コーチシナのヘロイン輸送で活躍したのは彼らだが、マスコミがマフィアと混同したため混乱した。本来は別である。彼らが自らの組織を呼ぶ際に名誉ある社会と表現する場合もある。そして個人の場合は名誉ある男という言葉を好んで使う。また、マフィアと一般人を区別するため、単に我々という言葉も使われる。例として彼は、 我々の友人だの場合は、彼もマフィアの一員であるという意味合いで使われ、彼は私の友人だの場合は彼はマフィアの一員ではないという意味がある。混同されがちであるが、交差のストラという言葉の前に、ラと付けられる場合と付けられない場合があるが、本来の表記は交差のストラであり、イタリアではこちらの名称が使用されている。ラという言葉はアメリカ合衆国において、 マフィア調査の際に FBI が表記したのが最初である。組織への入会の儀式は資料によって微妙に違いが見受けられるが、大体は以下のように進められる。まず、新規入会者は人気のない場所へ呼び出される。そこに入ると3人のマフィア構成員がおり、彼らから入会の意思確認がなされる。それに同意すると沈黙の掟等の 名誉ある男として守るべき掟きが伝えられる。その次に、どちらの手で銃を持つかと尋ねられる。そして差し出した手の指にピンを刺し、聖母マリアが描かれた紙に、指先から出た血をつける。その後、その紙を両手で包むように持ち、その紙に火がつけられる。そして紙を持ったまま、私が誓いを破ることがあれば、成人のあなたのように我が身も燃え尽きると唱え誓いを、 立てる。この儀式を終えると名誉ある男たちの正式な一員となる。マフィア発祥の地であるシチリア島は地中海のほぼ中央に位置している。イタリアとチュニジアを結ぶ中間点にあることから古代から近世にかけて様々な民族による侵略を受け長年にわたり諸外国の勢力下に置かれていた。シチリアには近年まで実業政府は存在せず、 数世紀にわたり、大土地所有制度の下、貴族などの権力者によって、住人たちは抑圧されてきた。シチリアに主権が与えられたのは、第二次世界大戦後の1947年である。長期間続いた外国による支配と彼らの失勢、その腐敗構造により、かつて農業の盛んだった、シチリアの国土は、荒れ果て、山賊等の無法者がはびこる島となった。 このため島の住人たちは、公権力に対して強い不信感を持つようになった。シチリア人にとって、公権力に頼ることや、公権力に協力することは、非常に不名誉なことであるとされるようになり、公権力に頼らず、自分の力で問題を解決していくことが名誉ある、生き方と考えられるようになっていった。18世紀、シチリアに領地を持っていた貴族や地主らは、 ナポリやパレルモ等の都市部に居住しており、領地の経営や、そこに住む、小作農民への関心は薄かった。彼らから広大な農地を対応された農地管理人たちは、地主たちの無関心を利用して、そこでの収益を地主に不正申告し、余った金を小作農民たちに、法外な利子をつけて貸し付けたり、また当時は非常に儲けの大きかった家畜泥棒等をして、 私服を肥やしていった。そして彼らは、農地監視人という農地を、山賊や盗賊から守るための人間を雇い、徐々に地主たちからその権利を奪い取り、さらに、貴族、政治家、警察、教会などの上流階級やおざくのお耳や山賊らをも取り込んでいき、勢力を拡大していった。彼ら農地管理人と農地監視人が後に、 マフィアと呼ばれる組織の母体となったと言われている。こうして誕生したマフィアは、シチリアの住人に対して、無能で、高圧的な貢権力に対し、誇り高く名誉ある男として振る舞う、男たちというイメージをすり込んでいった。シチリアの大衆もそんな彼らに幻想を抱き、救いの手を求めるようになっていった。マフィアが起こした事件で最初に世界を震撼させたのは、 1877年に起きた誘拐事件だろう。この事件は1877年11月に、ジョン・フォスター・ローズというイギリスの銀行家が自分の所有しているシチリアの土地を見に訪れた時に、レオネというマフィアのボスに誘拐された事件である。レオネは莫大な身の白金を要求した。払えないという返事が来ると、ローズの耳と鼻を削ぎ落とし、送りつけた。 そのためイギリスの新聞は募金を呼びかけ金を払いローズは解放されたというその後イギリス政府はイタリアに対しレオネを逮捕するよう要求し逮捕が行われなければ軍隊を上陸させるとも通告したとも言うイタリア政府は1年かけてレオネを逮捕した彼は裁判で終身刑を受けたがその後脱獄しアルジェリアに逃げたというマフィアが 政治に介入した象徴的な事件として、1893年2月1日に起こった、元シチリア銀行頭取、エマヌエレ・ノタル・バルトロ公爵殺害事件が挙げられる。犯人として、政治家のラファエレ・パリッツォーロと、彼の友人であるマフィアのボスが浮上した。事件の原因は、彼が手形を偽造して銀行から融資を受けていたことを、ノタル・バルトロに勘付かれてしまったからであった。 しかし、あらかじめマフィアが、各方面に手を回していたこともあり、当局はこのことに関して調査しようとせず、この事件を捜査しようとした、捜査官らは左遷され、直接殺害に関与したマフィアたちも、まともに審議されずに釈放された。これに憤慨したノタルバルトロの遺族は独自で調査を行い、裁判を要求した。かくて、イタリア本土で裁判が行われることとなり、 パリッツオーロラに有罪判決が下った。このことに対してシチリアの有力者たちは激怒した。彼らが結成した親シチリア委員会はシチリア人が迫害されている。シチリア人を陥れようとしている者たちが我々にマフィアというレッテルを貼ろうとしている。とのキャンペーンを展開し裁判のやり直しを要求した。その結果、再度裁判が行われることとなり、 1904年にパリッツォローラは無罪方面となった。シチリア人たちは公権力に勝利したとして大いに満足し、それ以来マフィアという言葉はシチリアでは禁句となった。19世紀から20世紀にかけてマフィアたちの勢いはさらに増していった。それまでは主に農村地帯が彼らの本拠地であったが、パレルモなど都市部でもその勢力を拡大していった。また、 19世紀末、アメリカへの移民増加とともに、マフィアも海を渡った。映画、ゴッドファーザーで知られる、アメリカマフィアの怒りである。マフィアであるビトカ師匠フェロは、1901年にアメリカへ渡り、ニューヨークのイタリア系アメリカ人の犯罪組織である、マーノネーラと手を結び、犯罪の手ほどきをした。彼らは、アメリカマフィアの前身となり、 シチリアアメリカ間のマフィアネットワークを強化した。1909年、フェロはイタリア系の組織犯罪についての調査を行うために、シチリアを訪れたアメリカの警察官、ジョゼッペ・ペトロジーノを暗殺している。フェロ密貿易と保護領取り立てで財をなし、20世紀初期の大物マフィアとしてその権勢を誇った。第一次世界大戦勃発時には、 軍用火薬の原料となる硫黄の産出地でもあった、シチリアに戦争器が訪れ、硫黄鉱山を保有していたカロジェロビッチーには、大いに私服を肥やした。政治家や有力者を取り込み、邪魔者は徹底的に排除し、沈黙の掟で守られた彼らも、壊滅状況に追い込まれた時代が到来した。1922年から始まったベニートムッソリーに、率いる、 ファシスト政権時代がそれである。1924年5月、ムッソリーニがシチリアを訪問した際、ここはすべてが悪党どもの集団で、動くたびにマフィアの悪臭がすると秘書に述べていたとも伝えられている。さらに、シチリア中央部にあるピアーナデイ・グレージという街を訪問した。この町の町長でありマフィアのボスでもあったフランチェスコ・ドン・チチョクッチャは、ムッソリーニに対し、 警察に護衛してもらう必要などない。私がいれば何も問題ないと護衛を減らすよう求めた。だが、ムッソリーニは、町長の求めを無視した。町長は、ムッソリーニの態度に激怒し、町の住人に対しムッソリーニの演説を見に行くなと、命じた。その結果、ムッソリーニの演説集会には誰も集まらなかった。ムッソリーニは、町長がマフィアであったことを知るや、 マフィア撲滅のため、1925年、チェーザレモーリをシチリアに派遣した。モーリのマフィア狩りは過熱を極め、ビトカッショフェローを含む多数のマフィア構成員を刑務所に送り込み、マフィアを壊滅状態に陥れた。1929年9月にモーリは、その追求の手をファシスト政権の要人にまで伸ばすようになったため、罷免された。だが、 マフィアたちはその後しばらく息を潜めることになった。第二次世界大戦中の1943年、シチリアに連合軍が上陸すると、連合軍は刑務所にいた彼らを解放してしまった。さらに、連合軍はカロジェロビッチーニをビンラルバ村の村長に任命し、ビトジェノベーゼをアメリカ海軍司令部付けの通訳に任命するなどして、多くのマフィア構成員を、 町長や村長等の政府関係者に任命した。ファシスト政権崩壊後、マフィアたちは政治的にはキリスト教民主党との関係を深めていった。第二次世界大戦後もほとんどのマフィアファミリーは農村地帯に本拠を置いていたが、1950年に大土地所有制度が廃止されたのと、イタリアに奇跡の経済復興と呼ばれる復興劇が訪れたのを機会に、 マフィアたちは都市部へと本格的に進出し始めた。そして彼らは建築ブームに乗じて政治家たちと手を組み、公共事業の入札を支配し、建築業者から現金を脅し取るなどして大きな利益を上げるようになった。この後景気において大きく勢力を伸ばしたのがサルバトーレとアンジェロのバルベーラ兄弟とグレコファミリーとコルレオーネのボス、ルチアーノリッチオであった。 彼らは共に、タバコ、麻薬密輸、公共事業への介入で勢力を拡大していった。1957年10月10日、アメリカマフィアの大ボス、ラッキー・ルチアーノの提唱により、パレルモにある高級ホテル、グランドホテルでパルメにおいて、アメリカのマフィアとシチリアのマフィアの大ボスたちが集まり、初めての合同会議が開かれた。 議題は、シチリアでの最高幹部会の創設と、麻薬に関する双方の取り決めであった。4日間続いた会議の結果、最高幹部会の結成とアメリカへの麻薬密輸等は、シチリア側が取り仕切り、アメリカ側はその利益の一部を受け取るということに決まった。この後、シチリアマフィアはアメリカへの麻薬密輸に本格的に乗り出していくこととなった。 マルセイユ経由のフレンチコネクションに対抗し、シチリアからアメリカ、ヨーロッパへのルートを確立させることだった。そのため、ヘロイン工場がシチリアで多く作られた。オリーブオイルの缶に詰められ、年間3から4トンにも上る量がアメリカへ送られたという。1962年12月、麻薬取引のもつれから、ラ・バルベイラ兄弟らとグレコファミリートリッチョラの構想が始まった。 構想は約半年間続き、結果的にはグレコ側の勝利となった。だが、1963年6月30日、グレコの自宅近くにある不審な車を調査していた7名の憲兵隊員が車に仕掛けられていた爆弾により死亡した。彼らは車に仕掛けられている爆弾にもう一つ仕掛けが施されているのに気づいていなかった。この事件を重く見た議会は、 反マフィア委員会を設立し、多くのマフィア構成員らを逮捕した。しかし、主だったマフィアのボスたちは次々と逃亡し、行方をくらませた。そして、逃亡したボスたちは海外、または国内の潜伏地から組織を操作し、1960年代から1970年代にかけて南米からトルコに至る世界的な麻薬ネットワークを確立し、組織を肥大させていった。 1970年代になると、マフィア内部に不穏な空気が流れるようになった。ルチアーノ・リッチを率いるコルレオーネ氏が、シチリア・マフィアの頂点に立つという野望を抱いて、その勢力を拡大し始めた。ボス・のリッチは1974年に逮捕されたが、彼は、獄中から、ハイカのサルバトーレ・リーナに指令を出し、まず、1978年に、 コミッションの議長だったガエターのパダラメンティを追放し、後釜にミケーレグレコを据えた。次に、ステファノ・ボンターデとサルバトーレインゼイドラを巧みな策略で孤立に追い込み、彼らのファミリーの構成員を少しずつ消していき、最後に、ボスのステファノとサルバトーレも1981年に暗殺した。この暗殺事件により、これをネシラと敵対する。 マフィアファミリーとの抗争が本格化。年間200人以上の死者を出した抗争は、第二次マフィア戦争と呼ばれた。リッチョラ・コルレオーネ氏が敵対するマフィアを一掃し始めたのと時を同じくして、彼らは捜査官や検事など政府関係者らにも牙を向けるようになった。そして、敵対するマフィア構成員は元より、その家族、親戚、女子ども、 さらに彼らは自分たちのグループ内のメンバーをも粛清し始めた。彼らのマフィアの上に君臨するという野望をかけた戦いはマフィアの掟をも無視し、次第に歯止めがかからないようになっていった。また、あまりに熾烈を極めた構想により、当局側に保護を求めて願えるマフィアも続出した。その中で代表的な人物はトンマー・ゾブシェッタである。 彼はブラジルで逮捕された後、イタリアに護送され、沈黙の掟を破って当局に、マフィアの情報を提供した。彼が逮捕された折に開かれていたマフィア大裁判で、多くのマフィア構成員を有罪に追い込むための、証人として活躍した。政府関係者までも抹殺され始めたことを重く、受け止めた政府は、テロリスト撲滅で名を挙げたカルロ・アルベルト・ダラ、キエーザ将軍をシチリアに、 マフィア対策のため派遣する。しかし、将軍は派遣されてからわずか4ヶ月後の1982年9月3日に、マフィアによって暗殺された。この暗殺事件に衝撃を受けたイタリア議会は、反マフィア法を成立させ、マフィア関係者を大量検挙した。1984年2月10日、パレルモにおいて逮捕されたマフィア構成員476人を裁く、砂漠。 マフィア大裁判が開かれた。被告には、ルチアーノ・リッチオ、ミケーレ・グレコ、ジュゼッペ・カロラ大物も含まれており、1987年12月、被告のうち342人に有罪判決が下った。リッチオ、グレコは終身刑となり、カロは23年の懲役刑となった。このマフィア大裁判が終了してからも、これで大根氏の勢いは止まらなかった。 実質的なリーダーは、立ッからリーナに代わり、彼らは敵対する全ての勢力の一層に全力を傾けていった。1980年代から1990年代に、かけ、公共工事をめぐる不正を端に、首相経験者を含む有力政治家が摘発され逮捕された。その際に、司法への報復テロが頻発し、イタリア社会に暗い影を落とした。 1992年5月22日、反マフィア運動を展開していたチョバンニ・ファルコーネ、ハンジが爆弾により暗殺され、その数ヶ月後には彼の盟友であったパオロ・ボルセリーのハンジも暗殺された。この二つの悲劇により、パレルモ市民たちは衝撃を受け、大規模な反マフィア運動が巻き起こった。1993年1月15日、23年間逃亡していた。 サルバトーレ・リーナが逮捕された。彼は逮捕された時、警官たちに、そうだ、私が、リーナだ。おめでとうと言い、警官たちを褒めたたえた。2006年4月11日、立場の配下であり、リーナが逮捕された後に、これで大ネシを率いていたと言われるベルナルド、プロベンツアーノが40年以上にわたる、逃亡の末、逮捕された。2007年11月5日、 プロベンツアーノの後継者の一人とされていたサルバトーレ・ロピッコロがパレルモ郊外の家で息子らと共に逮捕された。19世紀末アメリカ政府の移民少年政策によりイタリアからアメリカへの移民が急増し始めた。ほとんどは南イタリア出身で自由と成功を夢見て渡ったが職もなく底辺の生活をした。政治的な保護もなく 移民同士が支え合うゲットを形成した。多くはニューヨーク等の東海岸に居住したが、次第にシカゴやアメリカ南部等へ広がった。底辺の生活は彼らの一部を犯罪に走らせ、移民には喫水のギャングも含まれた。1890年10月15日、アメリカ南部ニューオーリンズの警察署長、デイブ・ヘネシーが何者かに暗殺されるという事件が発生した。 犯人はニューオリンズの支配をプロベンツァーのファミリーと争っていたマトランガファミリーであった。彼らはヘネシー所長が敵対していたプロベンツァーのファミリーを庇護していると疑い、彼を殺害した。捜査の結果、マトランガの構成員たちは逮捕されたが、1891年3月13日、証拠不十分で無罪の判決額だった。この判決に対し、 ニューオーリンズ市民は激怒し、犯人を出せ。と叫び、マトランガの構成員たちが収監されていた刑務所に押し入り、彼らを集団リンチした。このニュースは、ヨーロッパにまで知れ渡り、当時の大統領ベンジャミン・ハリソンが、イタリア政府に謝罪し、犠牲者の遺族らに賠償金を支払う事態となった。この事件が、アメリカでのマフィアによる初の抗争事件だった。 19世紀末から20世紀初頭に、ニューヨークの暗黒街には、アイルランド系、ユダヤ系など民族ごとに、様々なギャング団が存在する中、イタリア系ギャングは、出身地別に派閥を形成し、商店主への保護料、を、闇賭博などを制御にした。警察の捜査の及ばない移民コミュニティ内で商店へ、脅しの手紙を送って金を払わなければ、放火や破壊、誘拐を行った。 手紙に黒い手形のマークをつけていたことから、ブラックハンドと呼ばれた。移民は、報復を恐れて告発せず、この手の恐喝が、イタリア系ギャング間で大流行した。1907年、イタリア系人気歌手、エンリコ・カルーソーも被害にあった。1901年、マンハッタンで、シチリア移民のジュゼッペ・モレロが、シチリアのビトカ・カッショフェロと組んで偽造ドル紙幣の密輸を、行った。 モレロは、ノタルバルトロ公爵殺害で警察に追われた、ジュゼッペ・フォンタナら同郷の犯罪者を取り込み、偽殺密輸や強制、違法賭博、市場支配などで移民外に地方を固め、一大勢力を築いた。モレロ、フォンタナなど故郷シチリアですでにマフィア活動に従事していた者がリーダーになった。ニューヨーク市系のジョゼッペ・ペトロジーノは、 イタリア系犯罪組織の調査を進めるため、1909年、イタリアに渡航したが、彼の出張は事前にマスコミに漏れ、パレルモでビート歌シをフェロ一味に暗殺された。シチリアマフィアはアメリカ各地で犯罪利権の拡張を進め、結束力、組織力の点でナポリ系、カラブリア系ギャングを凌駕した。全米の各都市に、 シチリア人外が形成されたのと歩調を合わせるように、マフィアファミリーも形成され、互いに連携した。1910年代、モレロの後継者を辞任するニューヨークのサルバトーレ、ダキーラが頭角を表し、ボストン、フィラデルフィア、クリーブランド、シカゴ、デトロイトなど主に東海岸一帯の主要都市間のマフィアネットワークを築き上げ、互いに連携した。1920年代、 イタリア系ギャングは、酒の密輸、密造酒製造に携わり、巨万の富を築いた。この時期に、ムッソリーニ政権に追われて、アメリカに逃れたマフィアも、ほぼ例外なく酒の密輸に携わった。密輸は、海外調達から船の入出口、倉庫管理、国内配送、顧客の獲得まで横の連携が不可欠になり、ギャングの新時系とかを流した。血縁や、 支援の結びつきよりビジネス上の連携を重視する機運が生まれ、組織が大きく生まれ変わった。ニューヨークでは非シチリア系のイタリアギャングはシチリアマフィアと連携や対立を繰り返していたが、1920年代後半、シチリア系組織に大量に流入した。組織の人材が一気に増えると同時にシチリアマフィアとそれ以外のイタリア系ギャングの垣根が取り払われた。 モレロの指示を得た、シチリア系のジョーマッセリアが密輸の儲けで勢力を拡大し、ダキーラと派遣を争う中、ナポリ系のアルカポネなど非シチリア系ギャングを次々と参加に取り込んだ。また母国イタリアで生まれ育ち英語をほとんど喋らない移民一世の世代に続いて、アメリカで育ち英語を話せる移民二世の世代が、マフィア活動の担い手として新たに登場したのも、 この時期でイタリア育ちの旧世代を指してグリーズボールと呼んで軽蔑するなど世代間ギャップを生んだ。シカゴではナポリ系のアルカポネがライバル勢力を葬って世間の脚光を浴びたが1929年2月の聖バレンタインの虐殺事件の報道によってギャングの無ごらしいやり方を批判する世論が沸き起こった。事件後、 連邦政府からの締め付けが強くなったことに危機感を持ったギャングたちは対策の必要を感じていた。1929年5月9日、アトランティックシティを仕切っていたイーノック・ジョンソンが呼びかけ人となり、かつてカポネのボスであったジョニートリオとユダヤ系マフィアのマイヤー・ランスキーが協力し、ニューヨークのグループを中心に全米のマフィアの将来を話し合う。 アトランティックシティ会議が開かれた。会議では、出身地や民族の枠を超えて、マフィア間の協調体制を構築することが、今後のマフィアの生存戦略として確認され、実質的に、交差のストラが成立した日となった。1931年、カステラン・マレーゼ戦争で、マッセリアに勝利したサルバトーレ・マランツァーノが、ニューヨークのナワバリオ5大ファミリーに統合、整理し、 自ら、ボスの中のボスを名乗った時に組織名を、コーサノストラと命名したとされている。ラッキー・ルチアーノは、縄張り争いがビジネスを阻害するという信念から、全米各地のイタリア系組織と縄張りの調整を、進め、ファミリー間の争いごとをコミッションという合議体で、解決し、活動の露見を防ぐため犯罪ネットワークの潜在化に努めた。同時に、ユダヤ系、 アイルランド系ギャングとも連携し、全米犯罪シンジケートを構築した。酒のつゆで巨万の富を築き、積極的な賄賂構成で警察の捜査を遮断し、正解との癒着を深めた。ニューヨークの地方検事、トーマス・デューイがルチアーノを投獄して、組織に大きなダメージを与えたかに見えたが、ルチアーノは刑務所から組織を指揮し、犯罪活動自体に影響はなかった。 第二次世界大戦後、ルチアーノは連合国軍への戦時協力により、政府に恩赦が認められ、イタリアに強制送還という形で釈放されたが、後、アメリカへの麻薬密輸に関わった。禁酒法が廃止された1933年以降の、マフィアは酒の密輸に代わる収入源を賭博ビジネスに求め、また労働組合に進出した。東海岸マフィアは、全米各地に、 賭博の拠点を次々に作り、キューバにも拠点を作って、全米の交差のストラと利権を分かち合った。組合については、1930年代、医療業界や娯楽業界から運送業界まで、あらゆる産業に職種を伸ばしていった。大手自動車会社フォードやハリウッドの映画会社も被害にあっていた。1946年、ベンジャミン・シーゲルは、 ギャンブルが合法とされていたネバダ州のラスベガスにフラミンゴホテルを完成させる。開業当時は赤字続きだったが1948年から1949年にかけて禁欲的な戦時体制から解放された全米市民の娯楽欲求を背景に空前のラスベガスブームが起こった。フランク・コステロラ・ニューヨーク勢、シカゴ・アウトフィット、 クリーブランドマフィアなどが1950年代にかけて、次々と大型カジノをオープンさせ、収益のピンハネを始めた。チームスター組合委員長、ジミー・ホッファが、ラスベガスのマフィア参加のカジノに、巨額の組合年金を不正融資して、バックリベートを受け取ったことで、連邦当局に求断された。1950年代から1960年代、各ファミリーの収入源は賭博。 組合、用人膨大、企業強制、売春、麻薬、金融詐欺など多岐にわたり、組織規模も巨大化した。1957年、全米各地からマフィアファミリーの幹部が集結したアパラチン会議が警察に捕捉され、60人を超えるマフィアのボス、幹部らが捕まった。合衆国政府は、チンジケートの存在を初めて認識するに至った。 1963年、ジョゼフ・バラキが政府側に寝返り、それまで長い間、沈黙の掟によって守られていた組織の実態が明らかになった。アメリカ上院のバラキ公聴会で、コーサノストラという正式名を明らかにし、その各ファミリーの構成や活動内容を暴露した。バラキはソルジャーだったので、組織上総部の駆け引きや戦略まではわからなかった。その後、 1970年代に制定された、利己法に基づく FBI の主導による、組織犯罪対策が活発化した。さらに1980年代に入ると FBI は、交差のストラの壊滅を目指して、ボスら大物幹部の一斉起訴に踏み切る。その後は当局へ投稿するものが相次いだこともあり、現在ではほぼ壊滅状態にあり。 流星を誇った1970年代頃までの重たげはもはや存在しない。その一方では、喫水のシチリア人マフィアを招兵して、世代を経て薄らいだ、意識のテこ入れを図っているとされる。アメリカのマフィアたちは、縄張りとしている都市のみならず、他の都市にも進出して、影響を及ぼしている。ありがとうございます。